どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルのウィークオブワンダーの残りの解説部分ですね、それと昨日ね軽く触れたマリオットボンボンホテルポイント購入 55% 増量キャンペーンのね詳細ということで、今回ね動画やっていきたいと思います。ということで皆さんね、昨日の動画ご覧いただけましたでしょうかね。今ねマリオットボンボンホテルはウィークオブワンダーズということで、10月いっぱいポイント宿泊ねする場合、オフピークでね予約することができるっていう風になりますんで、ぜひねまだ予約されてない方で10月ね宿泊予定の方はね、ぜひ予約取っていただければなと思うんですけども、昨日ですねちょっとね発表のね時間の関係で全部ねお伝えすることができなかったので、残りの部分ね今回やっていきたいなと思うんですけども、まずですねマリオットボンボンホテルのベッドなどが 20% オフでね購入できるキャンペーンと、またねラグジュアリーホテルステイということで、最大300ドルのホテルクレジット付きの客室、またですね事前決済プランで 25% 割引キャンペーンということで、残りはねこの3点っていった形になるんですよね。それではね早速入っていきたいなと思うんですけども、まずですねマリオットボンボンホテルの、まあ、ベッドだけではなくてですね、枕とかねアメニティっていうんですかね、あのアロマキャンドルみたいな、まあ、そういったものもね購入することができるんですけども、まあ、こんな感じでねベッドも購入できますということで、こちらね購入するとね1万マリオットボンボンポイントがねもらえるそうですね。これね簡単に価格見たんですけども40万ぐらいでしたね。まあこれね送料別みたいなので、さらに送料ねここから乗っかってくると思うんですけど、まあマリオットボンボンホテルのね、まあ、ベッドはねずっと欲しかったっていう方はね、ホテルブランドによってねこれね違うそうなので、まあこの機会にって思いますけど、日本の家にねこれ入る家があるのかっていう問題はねちょっと別にあると思うんですけども、まあこういったものはね購入することができます。まあこのベッドだけじゃなくてね、いろいろ見ることができるっていった形になりますんで、気になる方はですね公式サイト概要欄に載せておきますんで、そちらね見ていただければなと思います。それでは次にですねラグジュアリーステイということで、こんな感じですね、特典を満喫、この会員限定のオファーを利用して200以上の滞在で300ドルのクレジットを獲得しましょうということで、ホテルクレジットがねついているプランっていうのが販売されているっていった形になります。でこちらアジア地域はですねリッツカールトンとエディションホテル、あとそれ以外にもですね JW マリオット W ホテルラグジュアリーコレクションでも利用することができるっていった形になっておりまして、こちらねプロモーションコードをね入れていただいても、スマートフォンのアプリでね検索することができます。公式サイトからだとですねこちらの今すぐチェックするっていうボタンからそのままね見ることができるんですけども、ちょっとね簡単に JW マリオットならでね検索させていただきました。価格はねこんな感じになっておりまして、2泊で76,438円で、こちらはですね1万円のホテルクレジットがついているプランっていう感じですね。まあラグジュアリーステイということで、まあこちらはね結構贅沢なねプランっていった形になっておりますんで、まあ正直ね元値がどのぐらいするのかちょっとよくわかんないんで、まあどうなのかなっていうところなんですけども、まあ、記念日とかにはねいいのかななんていうふうに思うんですけども、ひとまずですねこのラグジュアリーホテルプランもですね事前決済プランっていうふうになりますんで、キャンセルはねすることできませんので、この点はね注意していただければなと思います。それでは次に 25% 宿泊割引プランということで、こちらもねウィークオブワンダーズの一つになっているわけなんですけども、こちらもですねプロモーションコードを入れていただくと出てくるプランっていう風になっておりまして、こちら 25% 割引ということで結構ねお得なのかなという風に思うわけなんですけども、こちらもですね事前決済プランっていう風になるんですよね。ですので通常料金よりかはねお得っていった形になります。で私の方でね一応ね東京で価格ね調べてみました。一応アロフト東京メズムモクシーっていった形で並んでると思うんですけども、今回の QRI をねプロモーションコード入れていただくとこの 25% 割引料金の方が出てきます。で通常料金とね比べていただくともう一目瞭然だと思うんですけども、通常料金よりかはですねお得に利用することができます。で先ほどもね言いました通り、こちら事前決済プランということで、ちょっと前ねリミテッドオファーキャンペーンっていうのがありましたよね。まああれは対象ホテルはね限られてたんですけども、いろんなホテルで利用することができるっていった形ですかね。あれもこれも事前決済プランで、やはり事前決済プランということで価格的にはですねお得にね利用することができるんですけども、キャンセルがねできないって言った形になるんですよね。でですね、コートヤード、銀座東部ホテルだとですね、ちょっと
こちらね、プロモーションコードを入れるとね、値段が高くなったりね、したんですよね。ですんで、こちらはですね、普通の事前決済プランをね、選んだ方がいいって言った形ですね。これちょっとびっくりしたんですけども、まあこういったこともね、ありました。ですので、もしね、この 25% 宿泊割引のね、この QRI ですよね、プロモーションコード、入れるプランがね、検索される場合であっても、普通の事前決済プランと値段ね、比較は絶対していただいてね、どっちが安いかね、見てから利用していただければなと思います。まあね、ちょっと先のね、予約するっていうのもね、結構あれかなというふうに思いますんで、こちらもね、直近でね、今週どっか行こうかなみたいな感じで利用していただくのはね、いいのではないのかなと思います。それでは次にですね、ちょっと冒頭に言い忘れたんですけども、こちらね、Facebook のキャンペーンで、Facebook でホテルの滞在とか、そういうものをですね、ツイート、投稿ですね、していただくと、200ドルのね、マリオットボンボイギフトカードが当たるキャンペーンがね、一緒に行われているそうなんですよね。ちょっとね、私は Facebook やってないんで、ちょっとわかんないんですけども、こういったね、キャンペーンもあるっていう風になりますんで、気になる方はね、こちら概要欄に公式サイト載せておきますので、そちらね、見ていただければなと思います。当たるんだったらね、Facebook のアカウントね、保有されている方はですね、ぜひね、投稿ね、してみていただければなと思います。それでは次にですね、マリオットボンボイホテルポイント 55% 増量キャンペーンということで、今回のキャンペーンもですね、マリオットボンボイホテルポイントの購入キャンペーンっていうのは、2000ポイント以上ね、購入しないと 55% 増量はね、つかないキャンペーンっていう風になっておりまして、今回もですね、2000ポイント以上購入していただくと 55% 増量されるっていう形になります。で、私の方でね、1ポイントのね、価格っていうのをね、出させていただきました。2000ポイントのところね、見ていただきたいなと思うんですけども、2000ポイント購入していただくと、増量分が1100ポイントついて、合計3100ポイントですね。で、価格が25ドル。で、こちらが円換算ですね。こちら1ドル111円でこちらを計算すると2775円ということで、こちらね、SPG Amex でね、決済していただくと、外貨決済手数料っていうものがね、かかります。で、こちらがね、アメックスの場合は 2% っていう風になっておりますんで、それを入れさせていただくと、2000ポイント購入していただいて、ボーナス3100ポイントで価格が2830円っていった形になります。ですので、1ポイントの価格としてはですね、0.912 円でね、購入することができます。基本的に2000ポイント以上ね、購入していただければ、1ポイントの価格っていうのはね、全部一緒になるっていった形になりますんで、どのポイント数ね、買っていただいても、1ポイントはね 0.912 円でいた形になります。でですね、1ポイント 0.912 円ということで、1ポイントね 0.912 円以上でね、利用していただければ購入したポイントがね、お得で利用できたっていた形になります。で、 SPG Amex でね、決済される方ね、結構聞かれるんですけども、このマリオットボンボイホテルポイントをね、購入した場合のボーナスポイント部分についてですね、こちらは SPG Amex でマリオットボンボイホテルポイントを購入してもボーナスポイントっていうのはね、付与されません。ですので、基本のね、100円につき3ポイントをね、獲得することができるっていう形になりますんで、この点はね、勘違いしないようにね、注意していただければなと思います。でですね、マリオットボンボイホテルポイントの購入に関して、これがお得なのかっていう話なんですけども、個人的にはですね、マリオットボンボイホテルポイントを購入していただくっていうのはね、ポイント普通に購入するの高いので、あんまりおすすめではないんですけども、もうすでにね、ホテルを抑えてたり、もうホテルにね、泊まる予定があって、現金でね、決済するよりか、ポイントで宿泊した方がね、お得になるようであればですね、購入していただくのもね、いいのかなと思うんですけども、基本的にはですね、普段の決済でね、貯めたポイントで宿泊していただくのがね、いいのかなと思います。で、この 55% 増量キャンペーン自体がですね、どのぐらいの頻度でね、来ているのかっていう話なんですけども、こちらね、昨日も話したんですけども、2021年に関しては 55% っていうのは最大っていった形になります。で、2020年に関してはですね、60% 増量キャンペーンっていうのが11月の終わりぐらいにね、あったんですよね。ですんで、これね、ちょっと判断が難しいところですね。2021年ね、これからまたポイント購入キャンペーンが来るかもしれないですし、来ないかもしれないですし、またね、来たとしても、55% を上回ってくるかどうかはですね、ちょっと難しいところかなっていうふうに思います。もしかしたらね、60% ね、来るかななんていうふうに思ってるんですけども、昨日ね、私、
ネットニュースかなんかで見たんですけども、マリオットボンバーホテルって黒字なんですね。知りませんでした。ハイアットとヒルトンはね大赤字らしいんですけども、マリオットって黒字なんですね。ちょっと知らなかったので、わざわざねポイント購入キャンペーンをね黒字なのであれば、これ以上ね打ってこないんじゃないかななんていうふうにね思ったりもしておりますので、この 55% 増量キャンペーンがね次のキャンペーンで60になるかっていうのはねちょっと微妙なラインだななんていうふうに思っております。ということで今回ですね、ウィークオブワンダースの残りのキャンペーンの解説とマリオットボンバーホテルポイントね購入キャンペーンについて解説ねさせていただいておりましたけども、やはりね今回のウィークオブワンダースのね目玉はやはり10月中のねポイント宿泊がオフピークでね利用することができるところが一番すごかったですかね。まあポイント購入キャンペーンもね 55% ということで、2021年に関してはね一番増量数がね高いわけなんですけども、まあポイント購入っていうのはねやはりお金がかかるっていう風になりますんで、まあ個人的にはですねそこまでお勧めはしてないんですけども、やはりねポイント購入される方からするとですねやっと待ちわびてたっていう感じですかね。ちょっと前にねミステリーボーナスキャンペーンもねありましたけども、それも最大がね 50% ということで 55% とかね多分いらっしゃらなかったと思いますんで、まあ今までに比べるとねまあいいのかなと思うんですけども、2020年はね 60% がありましたんで、ここもね難しいところだなっていうふうに思いますよね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただきますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。